はい、こんにちはくんです。今日のお話なんですけど、俺がね、この世の中でね、もうなったらやばいなっていう仕事と思ってる仕事があって、やっぱ学校の先生なんない方がいいよ。いや、なりたい人が多い、友達とか俺の知り合いとかでもなった人も多いし、なりたがる人がやたらと多い仕事だけど、やめた方がいい。本当にやめた方がいいよ。わかる人はわかると思う。その、結構ニュースとかちゃんと聞いてる人はわかると思うんだけど、どうやら教員の、月の残業時間がね、確かね、42時間平均で月。これってね、多いからね。月100時間残業したとか言ってるやついるけど、これって教師のつけてる残業時間だから、ちゃんと申請してる残業時間が平均42時間だよ。それやばいからね。過労死ラインって、月って、80時間を、3ヶ月だったら過労死ライン突破だっけな、確か。で、100時間だったらもう、一月で過労死可能性ありみたいな。60時間だっけな。まあ、ともかく、40時間って結構やばいの。で、実際問題、うつ病、教師のうつ病の数も、教員全体は 0.5% らしいんだよね。で、5000人ぐらい、全国で。で、やっぱうつ病とかだけじゃなくても、やっぱり、病気ってなっちゃったりするから、忙しかったり、プレッシャーかかったりするとね。いや、ほんと教師やめた方がいい。でね、教師のね、負担が増えてるね。部活とかもやっぱあると思うよ。部活動。部活動はやっぱ負担でかいで。知り合いに教師もいるからいろんな話聞くんだけど、年配の先生とかってそんなに残業がなかったりもするんだって。で、その理由としては、部活動の指導がないから。部活動に時間取られなくて済むから、いいらしいの。でね、この前同じくニュースであったんだけどね、俺はとっとと部活動廃止した方がいいと思うよ。ちょっと語弊があるかもしれないけど、部活動廃止して民間委託した方がいいと思う。例えば、その民間の、フィットネスクラブとかさ、そういうのがあるんだったら、そこと教育委員会が契約して、講師ないし、講師資格みたいなのを持ってる人を、学校に呼んで、で、そんくらいの税金かけなきゃダメだと思うけどね。本当に。変なところでね、節約しちゃダメだと思うよ。人件費ってすっげえ削りたがるんだよ。削れるから。人件費は。で、削減したがるんだよね。人件費は簡単に削減できるから、削減したがるんだけど、でもそこじゃないと思うんだよな。コストを削らなきゃいけないところって。かけなきゃいけないところはかけなきゃいけないし、もしどうしてもかけれないんだったら、コストかけれないんだったら、もう、それはもうできませんってするしかないと思うんだよね、部活動とか。だって、部活動の時間とかを、先生がね、学校の先生が部活動の指導とかに当てる時間を、例えば自分の専門の学科の授業とかに当てれるんだったら、それってもっと授業が良くなるはずなんだよ。準備なんかできる時間がないっていう風になっちゃったりするんだよ、学校の先生って。で、もしかしたらその部活の指導したい、やりたいっていう熱意になる先生はいるかもしれないけど、あれって大体もう半強制的に持たなきゃいけなくて、部活動をね、担当しなきゃいけないの、若い先生とかは。だから別に、あとね、聖職者みたいなやり方は良くないと思うね。学校の先生なんだからそこはやらないと、みたいなさ。いや、だって学校の先生とはいえ奴隷じゃないんだよ。学校の先生だったら子供を預かるんだからって言うけど、いや、とはいえ、だったら、プラスアルファでお金出せよって思うね。使用者負担やれよって。使用者負担って何のことかわかる？例えば、みんなさ、道路をとことこ歩くのにさ、お金かかんないでしょ。通行料だとか言って出せって言われないじゃん。でも、道路を作るのにはお金がかかってるわけよ。でもそれってみんなが払ってる所得税とか、住民税とか、そういうところから支払われてるわけね。で、でも自転車の駐輪場ってお金かかるじゃん。例えば、何々区とか渋谷区とかが作った自転車の駐輪場って、基本的にはお金がかかる。無料の駐車場もちろん、駐輪場もちろんあるけど、区が作った駐輪場とか、都が作った駐輪場、市が作った駐輪場って、お金がかかるじゃん。使用者負担っていうんだよね、それ。使う人がプラスアルファで払うっていう。だから、もうちょっと、学費を取るしかないよね。回ってないんだったら、今の授業はね、学校の授業は。でも、
なんかもっと別に削れ、まあ削れるところはあるって言いまくられて、で、どん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 予算を下げなきゃいけないみたいになっちゃうから、もうしょうがないんだけど、でも教育にはやっぱ金かけるべきだとも思うし、その、もうちょっと負担を増やさせてもいいんじゃないかなと思うけどね、その学校の授業に対する。無償化とかさ、まあ無償化も、無償化っていうのは簡単だけど、それって何か削れてるからね、そういうのって。何か削った上で無償にしてるんだよ。ね、よくさ、なんか人件費削減しましたとか、今年はなんかあのその何人を削減してなんか効率化を図りましたとか言うけど、効率化っていうのは限界があるんだよ。やっぱり限界があって、人を減らすとか人をいなくなくさせるとか、それをやっちゃうと結局のところ何かをやらないっていう選択肢を取らざるを得なくなってくるんだよ。それやったら見えない部分なんとかだったりするんだけどね、そういうのって会社でもそうだし、まあそういうまあ、とかがやるのでも、お国がやるのでもそうだけど、見えない部分とか目立たないところを削っていっちゃうんだよね。だから、まあ、とはいえ、と、俺がここで言っても、状況は変わらないから、学校の先生なんない方がいいよ。なんかすっげー綺麗な仕事かのように、なんか、言われることもあるし、学校の先生って言ったら定番の夢シリーズの中の一つだと思うんだけど、まあ、やめた方がいいね。まあやめた方がいい。いいことないよ。いや、いいことあるかもしんない。もしかしてやりがいとかあるかもしんないけど、ただ、やりがいだけだったら、続かねえから。やりがいっていうのだ、やりがいも大事だけど、やっぱり、そこだけじゃないで。やりがいだけじゃ無理やで。潰れると思う。やる気があるけど、自分ができなくて真面目になっちゃって、潰れちゃうとかってありがちだから、その学校の先生じゃなかったとしてもね。なんか案外ね、人間簡単にうつ病になる。学生の間とかはうつ病ってなんかすごい遠い存在だったけど、その本当なるから、本当病気になる、仕事しだしたら。だからまあ気をつけた方がいいと思う。そのもちろんやりがいが全くないとか、そのやっぱ人間関係でも、人間関係も学校の先生って結構難しいからね。その人間やっぱりそのなんか営利企業じゃないっていうのもあるから、しかも学校って教育委員会とかの組織って、そのこれも知り合いが教員免許とか取ろうとしてたから知ってるんだけど、すっごい古いの体質が。その面接とかその教員免許の面接、試験の面接とかでもそうなんだけど、一つでもそうなんだけど、すごい古い、その考え方が、そのなんだろうな、古臭い考え方してるの。なんだろうな、こうお役所仕事的な、お役所よりお役所らしいんだよね、噂によると。やっぱ教育委員会的なところって。まあだからね、そういった意味もあって、その年功序列っていうか、その、まあね、まあね、この公務員は基本年功序列なんだけど、ああいう、まあ、悪い意味での公務員しい感じの、文化が、教員はあるっていうのはよく聞く。その俺の知り合いとかだけからじゃなくて、いろんなところでやっぱよく聞くよ。教育委員会の中っ側とかね、その学校の先生がとかじゃなくて、教育委員会っていうそのな考えか、その組織自体がってこと、組織自体が古臭いってこと、古臭い考え方の組織ってこと。だからまあね、ピンとこないかもしんないけど、面接とかやってみたら、面接対策とかしてみたら多分わかると思う。俺もいろいろ聞いたんだけど、あーって感じだった。まあそんな感じでですね、まあ学校の先生はね、なりたいと思ってる子もね、この動画を見てる中でね、多分いると思うけど、俺はやめといた方がいいと思う。まあいいと思うよ。まあいいと思うけど、ただまあこんなことでも言われるからね、覚悟してなった方がいいよとかさ、いやそんなの想像できないから覚悟もできないんだよ。俺すげえなんかよくさ、高校生とか中学生に対してさ、この仕事は大変なんだぞ、覚悟して夢目指せよとか言うけど、それって無理なんだよね。高校生ってわかんねえんだよ、やっぱり。まあ大学生ぐらいになったら見えてくるけど、やっぱ中高生って見えないから、その職業の実態とかがやっぱすごく不透明でわからないし、仕事もよくわかんないし、そのどう仕事ってどういうノリでやるものなのかもわかんない。
だったら想像なんてできるわけがないんだよ。やっぱり。うわ、飛んだ飛んだ。想像もできるわけなくて。だから、俺はね、覚悟して目指すよとは言わない。学校の先生とかやめとけ。マジで。やめといた方がいい。学校の先生になるぐらいだったら、まあ、人に教えるのだけが仕事じゃないからね。生徒とそういうことするのだけが仕事じゃないから、やっぱり。それは本当にやりたい人はいると思うんだけど、それが仕事じゃない、なくなっちゃうからね。まあ、ということで、学校の先生はならない方がいい。てか、いろんな道はあるよっていうふうに。ああ、まあね、教育学部とかさ、行かなくて、いいってこんなこと言っちゃっていいのかな。教育学部とか行くよりも、なんか、例えば、まあ、工学部とかだったら、数学の先生の免許が取れるから、そっち行った方がいいよ。行くんだったら。その、別にそれで先生になればいいじゃん。教育学部行っちゃったら、ちょっと道狭くなっちゃうから、教育学部がっつり行くぜだったら、行くってぐらいだったら、工学部とか行って、なんだろう、道の幅広げといた方が俺はいいと思う。ね。はい。ということで、あ、でもあれか、学校の、小学校の先生とかだったら、教育学部とか行かなきゃいけないのか。まあ、やめとけ。俺は進めんわ。まあ他にもね、進めれない仕事とかあるけど、うん。まあ進めれない仕事シリーズ、また今度やっていこうと思います。まあ、YouTuber もね、まあ、進められないから。はい。ということで、またね、バイバイ。